上されました。大会経費は都の負担分は5970億円、政府分を1500億円とし、全体では総額1兆3500億円を維持して大会に臨みます。気象情報は平野さんです。こんばんは。今月は日ごとの天気変化が大きくなっています、はい、これは太平洋側を度々低気圧が通過しているためなんです。最近傘を持つ機会が増えますよね。バッテリーながらですね。違う。明後日日曜日です。南岸低気圧と呼ばれ、太平洋側に雪を降らせることがあります。今回は関東甲信で雪が降るところが出てきそうです。南岸低気圧。日曜日の雨と雪の予想です。朝降っていないところも午後になると雨の範囲が広がってきそうです。そして白い表示、はい、雪のところもね。そうなんです。内陸を中心に雪が降り、紫色の表示、一部広まるところもある予想です。夜は関東の内陸も雪が降る見通しです。この雪の日に逆にこの時期あっちの方で雪が降るのかい。そしてこの先の天気を見ると、日曜日は広く雨で内陸では雪になりそうです。そしてその次に広く雨が降るのが来週の木曜日。